はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、広瀬アリスです。さあ本日なんですが、シュトローベルクの金の城って皆さん知ってます？これ自分のスタンバイフェーズごとにデッキの上からカードを10枚裏側を表示で除外するっていう超デメリット効果を持ってる代わりに、自分の相手のモンスターが攻撃してきた時にその攻撃してきたモンスターをね破壊して攻撃力分の半分のダメージを与えるっていう超最強防御札なんですよ。でしかも展開札にもなるっていう、まあ、そういうカードなんですけれども、これやっぱ俺ダメだと思うわ。ちょっと一個言っていい？このスキル、これやばい。これやってること、契約手形の先延ばし。このデッキ先に言っときますけど、勝率9割くらいあります。めちゃくちゃ強いですこのデッキ。これ契約手形の先延ばしっつって、これこの間もやりましたけど、昨日か、自分のフィールド上に契約書カードが1枚以上存在していれば自分のターンの開始スキップするんですよ、スタンバイフェーズを。スタンバイフェーズをね。ってことはですよ、ってことはですよ、スタンバイフェーズスキップするということはこのコストがなくなるんですよ。10枚裏側で除外するっていう重いコストがね、あと契約書のライフコストもなくなります。いいことしかありません。だから単純に相手の攻撃を全部なんか相手のモンスター破壊してバンダメージを与える最強カードになり下がるということですよ。これやってることやばい。エクストラ見てもらったら分かるんですけど、これ DD デッキとか言い張ってるつもりはありません私。デッキ名契約不履行害悪と名付けました。スタンバイフェーズスキップして返済期限をどんどん延長していくんで、しかもなんか無限に延長するんで、無限延滞みたいなことするんで、あまりにも害悪やってることが。でこのカードももちろんこのカードでサーチできるからすごい強いんだけど、やっぱり強いのはシュトローンベルクの金の城とバルキリーの契約書2枚の妨害札をすごく安定的に伏せれること、しけることですね。シュトローンベルクの金の城を発動しておいたら相手のモンスターの攻撃は基本的には止まるし、こいつを破壊しなきゃいけないと。でさらにバルキリーの契約書も破壊しなきゃいけないということで、相手はバック除去のカードを2枚引いてるか、まあ、そういう風な、まあ、デッキじゃないといけないんですよ。この2枚が超安定的に貼れるんで、このデッキすげえ強いです。まあ、月末ではありますけど、ランクマッチ普通に9割以上ありますね、勝率で。これ多分この前だったらキングになるなと思ってちょっとやめました、使うの。そんぐらい強いです、そんぐらい強い。で展開ちょっと遅いんで、このデッキDD 魔導剣士ケプラーで契約書持ってきたり、このバルキリー持ってきたりして伏せて、でシュトロメルクを張るっていう感じなんで、ちょっと展開がないんですよ、遅いんですよ。なんで防御札のオルトロスを入れてまして、これベイルみたいな感じでね、戦闘ダメージ受けるとね特殊ができるんですよね。でしかもレベル4チューナーっていう超優秀なチューナーなんで、これと例えばこれとかでシンクロしたり、あとはまあ、ディリーリリスっていうモンスターもいるんですけど、これね召喚特殊化に成功すると、墓地の DD かペンデラムゾーンのペンデラムゾーンというかペンデラムモンスターエクストラデッキのモンスターを、回収できるっていうことを思ってるんですよ。これが超強くて、バルキリーのコストを無限に回収できるんですよ。でしかもレベル4ですし、これが強い、非常に。だからあんまり手札減りません。もちろんこのバルキリーの契約書のコストでどんどん捨てていくんですけど、それをまあ契約書とかのサーチを使って、さらに回収使って反動のコストを確保していくんで、なかなかってことは変ないっす。はい。で、まあ、一応マシン用の契約書を入れて、まあ、DD いるんでね、まあ、融合モンスターも出せるようにしてますと。まあ、DDD がいないんで、まあ、ベオルフ入れてもいいと思いますけど、まあ、言うて別にいらないかなと思って、破壊できるからこういうので。だから、まあ、ダルク2枚にしますね。DD だけでいけるように。で、一番強い DD モンスターが、この DDD 超獣王、ハープリディスクラッシュっていうんですけど、この超獣王が、まあ、結構出るんですよ、これ。この鳥と、オルトロスとか、このディリリリスとオルトロスとかで出るんですけど、これがね相性めっちゃいいんですよ。契約書の効果発動にチェーンして相手バウンスしたり、バルキリーの契約書で破壊した後にまたモンスターバウンスしたりとかするんで、あと発動だけしても別にバウンスしますし、めっちゃ強いんですよね、これ。これ最強です。はい。で、あとは、一応こういうカードをサイクロンされると嫌だなと思ったので、スターダスト入ってるのと、あと一応1と4でシンクロできるんでカタストロ入れてるんですけど、これ出したことほとんどありません。エクストラデッキはなんか迷ってます、一応。で、まあレベル4、2台並ぶんでデッドレシンとかプレインコードとか、これハーピーショスタムのねとかも入ってるんですけど、まあこの辺のね、エクストラデッキはまあみんないじってもらって使えばいいかなっていう感じですね。はい。あ、ちなみにハーピーの狩り場も別にバルキリーの契約書で破壊すればいいんで、なんとかなります。はい。
強いですこのデッキマジで。一回使ってみて、これを DD デッキと言っていいかわからないけどね。デュエルスタンバイ7連勝中。なるほど、結構強いじゃないか。7連勝中か、止めてやる絶対に。全くな。これで DD デッキ、パッと見 DD デッキですよね。エクストラデッキ全然 DD 入ってないんですけど、マシンをどうせコストにするんだよな。でもこれどうせコストにするとしたら地獄門の契約書なのこれで、地獄門の契約書発動。地獄門の契約書の効果発動。地獄門の契約書で DD リリースを手札に加えるぜ。そして最強カードを1枚セット。ターンを終了するぜ。プロのタクティクス見せてやる。何デッキですかね、新しいあの最強スキルですかね、江戸さんの、新スキルが、ね、実装されましてね、またこれも動画にしますけども、ちょっとですね、シュトロンベルクの金の城が引けてないと若干弱いんですけども、あーめっちゃ光る、やばい。サイクロンかなんかあんな、俺。サイクロンか月の書か、わかんねえ。けどなんかある、やばい。契約書が破壊されてしまう。契約破棄されてしまう。まずい。契約が破棄されてしまう。うわぐぬ、バック除去されるのが一番きついです、はい。まあ、カーピーの狩り場は別に狩り場をこのバルキリーの契約書で破壊してあげればなんとかなるんで、まあまだなんとかなるんですけど、サイクロンがね本当にきついんですよね。とりあえず融合はいいでしょう。融合はいいですよ。さあブレイズマンで融合持ってきて、ディバインガイとブルーディー、はい、なるほど。いやこのね、ディバインガイ、ディバインガイマジで高いですからね今 OCG で。フュージョンデスティニーで、おお、そのスキルか、運命を刻む時計来た。なんか1枚今2500円ぐらいします。もうちょっと前だと4000円ぐらいしました。1枚4000円です。ちなみに遊戯王デュエルリンクスでは490円のスラクチャーで買います。神ゲー。 DD オルトロスの効果発動。 DD オルトロスの効果によりこのモンスターは戦闘ダメージを受けた場合手札から特殊召喚され、このターン悪魔族しか出せない。これが実質令和の DD、 令和のバーニングナックのベイル。よし、これも来た、いいだろう。ポケットはポケ、時計塔なんで、え、あ、スタンバイフェーズスキップしたからや。神ゲー、神ゲー起きた。神ゲー起きた、神ゲー起きた。なんかスタンバイフェーズ一生スキップされっからさ、これ遊牧の時計塔にカウンター乗んねえじゃん。強すぎなんだけど。だとりあえず DD リリスト、 DD オールドロスで新規の召喚。これが DDD 超獣王ハーピルディスクラッチクラッシュ。そして地獄門の契約書の効果を発動。地獄門の契約書の効果を発動したことにより、あ、何やるじゃないか。さあ一生再起の対応 でハーピルディスクラッチクラッシュの効果、魔法トラップカードが発動された場合、お前のモンスターは手札に戻してもらうぜ。やばい、このスタンバイスキップとかいう効果強すぎなんだけど、やばいってこれ。ちょっと地獄門の契約書発動しておこう。まあ、またサイクロンに来たりかもしれないからな。これでバトルフェーズに移行する。バトルフェーズだ、いけ。ドゥーン。スタンバイフェーズがスキップされるから、お前の幽谷の時計塔にカウンターが置かれることは二度とない。二度とな。もう金輪際二度と、そのフィールド魔法にカウンターが置かれることはない。なぜかって、そのカードは相手のスタンバイフェーズ時にカウンターを置くことができるカードだが、俺のスタンバイフェイズはもう二度と来ないからさ。ターン終了。ではバルキリーの契約書の効果を発動。バルキリーの契約書の効果、今効果を発動せずにハーピレディスクラッチクラッシュの効果によって相手のモンスターをバウンスし、俺の勝ちで。これが新 DD デッキだ。対戦ありがとうございました。これで DD デッキって言い張ってんのマジで迷惑だよ。あ、反応強い。これはね、ハンドめちゃくちゃ強いね。シュトロンベルクの金の城を発動するトリッピーを、ぶん投げて、DD 会長王グライフをね、ぶん投げて、で、地獄門の契約書を発動する、まあ、とりあえずシュトロンベルクを発動する。シュトロンベルクを発動する。
テプラーでなんかバルキリーの人がいるんだよね。そして力契約書カードを1枚手札に加える。バルキリーの契約書を手札に加えさせてもらう。そして地獄門の契約書を発動。地獄門の契約書の効果発動。これはまあ多分コストになると思うんだけど、まあ一応リリースで回収できるんですよね。オルドロスをこれがね結構強いです。非常に。さあお前のターンだ、お前のターンだぜ。さあどうする、ユウセイ。ビビったか。これが最強 DD 盤面だぜ。攻撃力がゼロのケプラーがボーダーしていて、シュトロンベルクの金の城が貼られ、さらに伏せカードが1枚ある。これが最強。何みんな無限にサイクロン割ってくるんだけど、やばすぎる。みんなサイクロン持ってんじゃん。もうサイクロン環境きつすぎる。ああいいだろ、ジャンクシンクロン、ジャンクシンクロン叩き割ろう。バルキリーの契約書の効果を発動。バルキリーの契約書の効果によってこっちでいいでしょう多分。いやもうこれ展開できないでしょこれ。いやまあ一応今のでも防御札残しておいたらよかったかもしれないね。リリースの方がよかったかもしれない。まあいいや、どうせ持ってこれっからな、リリースとか。よし、スキルを発動するぜ。契約手形の先延ばし、俺は契約を先延ばしにさせてもらう。さらに地獄門の契約書の効果を発動。地獄門の契約書の効果により、俺は史上最強モンスター DD オルトロスを手札に加えさせてもらう。でバルキリーの契約書の効果を発動。もう地獄門の契約書なんていうカードはいらん。お前のその伏せカードを破壊させてもらう。なんだその伏せカードは。あそれ狡猾。よし、神のカードを抜いた。 DD リリスを召喚。 DD リリスの効果を発動。もちろん DD モンスターを回収。これで無限にコストを回収させてもらうぜ。これによって防御だ。そして次のターンのシンクロ召喚の素材も手に入った。これでターンを終了だ。さあお前のターンだ。あまりにも強い、あまりにも強い。ちょっとまあ展開力が遅いんですけどね。その代わりシュトロンベルクとバルキリーっていう圧倒的防御札を手に入れたんで、毎ターンやっぱサンダーブレイク打てるのめちゃくちゃ強いんで。はい、ジャンクシンクロン手札に加えていく。でジャンクシンクロン召喚も無限ジャンクシンクロン爆破系するわ。一生シンクロンさせない。ジャンクシンクロンいいだろ。バルキリーの契約書の効果を発動。オルトロスを墓地の奥にお前のジャンクシンクロンを爆破する。一生シンクロンさせない。悔しいでしょうね、悔しいでしょうね。君のタクティクスは素晴らしかった。だがしかしシンクロするにはまるで全然程遠いんだよね。ワノケツイプラで、あ、はい、あ、はい、俺の勝ちで対戦ありがとうございました。このデッキ最強や。いいだ。さあお相手の方、私もまだ全力ダークシグナーちゃんじゃないですか。おへそペロペロしたいですね。おへそペロペロペロ。地獄門の契約書の効果発動。 DD オルトロスを手札に加えさせてもらうぜ。これでシュトロンベルクの金の城発動。さらにカードを1枚セット。一応壁出しとくか。シュトロンベルクの金の城の効果を発動。シュトロンベルクの金の城の効果によって会長グライフを特殊召喚。でターンを終了。私のターンよ。あーこれワンチャンこの戦闘ダメージを受けたい場合はグライフを縦で出してシンクロ召喚、次のターンにシンクロ召喚するっていうのが結構ある。あー強い、そいつは強いですね。まあこれしょうがない。縦で出して、で縦でもよかったほしいですね。グライフ縦で出して、おフォーチュンビジョン、はい、マジモンのフォーチュンレディやったわ。で縦で出して、オルトロスを戦闘ダメージ受けたら、特殊召喚して、で次のターンにリリースを通常召喚して、シンクロ召喚していくみたいな感じの動きが一応理想ムーブではありますね。まあシュトロンベルクの機能手なんで、あんま相手そんな簡単に殴ってこないですけどね。はい、フォーチュンレディパスでいいでしょう。ブレイムディーバーとかは一応破壊されないんで、シュトロンベルクでも殴ってきますけど、はい、パスティーいいでしょう。パスティー OK。ブラックローズドラゴンが一番きついか。ブラックローズきついな。ブラックローズきついな。フォーチュンビジョン、はい、フォーチュンレディライティ、これ何すんだろう。これ何、これ効果、一旦に一度自分のフィールドのカードが効果で除外された場合に、このターン自分のフィールドのモンスターは効果で赤じゃない。なるほど、強いじゃん。そんな方があったっけ。
フィールドのカードが除外されたらこのターン自分のフィールドのモンスターが効果高じゃない。なるほどね。はいはいはい、オッケー、いいよ。え、これブラロ出したらどうなの？ちなみに、あ、ブラロ来た。やばい。ちょ、それが一番きつい。え、そうなんの？え、そうなんの？あ、強っ。え？天才すぎん。